M3 チャンネルの SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ、今回はナンバー85 SD 戦国伝天下統一編のガンダム四十王再ガンダムです。以前に制作したキットをシールで色分け対応をしていたところを含め再塗装しました。今回はその1の動画、まずは軽装タイプのパーツをリペイントしました。早速塗装の様子を見ていきます。使用したカラーごとに見ていきます。まずはパレホのゲームカラーデッドホワイトで白のペイントからスタートです。水を含ませ薄く重ねてを心がけて白は色をのせていきました。下出るカラーのコントラストでベースを作りました。赤はブラッドエンジェルレッド。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。シルバーの仕上げ箇所にはアポシカリーホワイトをベースで塗りました。ゴールドを上塗りする箇所、イアンデンイエローを塗りました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。ベースに使用した塗料はこちら、割と塗装面積の広い黒の仕上げ箇所、バシリカヌムグレイを使いました。コントラストは本来は染め塗り塗料、模型のディティールに沿って染まっていきます。この辺りは水で溶いて薄めた状態で色をつけました。塗ったというよりも仕上げ塗装のための下処理をした感じです。希釈なしで塗れる利便性の良さも特徴で、顔料を含み下地になるので、こうして上塗りの目安をつける色分けを一旦するのにとても重宝しています。そしてサイコガンダムからの流れでメインカラーである紫のベースはシャイシュパープルを使いました。ここからは上塗りです。上塗りで用いた塗料がこちら。このパートでかかった時間は約60分の塗装でした。塗料は水性アクリルの下出るカラーとパレホを併用。パレホのゲームカラー紫のヘックスドライケン。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。この紫も塗りやすく重用している塗料、胴体脚部に使っています。サイガンダムはサイコガンダムをモチーフとするガンダム四十王の一人、天下統一編では獅子竜に次いで3体目にキット化された四十王でした。赤の上塗りには下出るカラーレイヤーイービルサンズスカーレットです。上塗り用の明るい赤、この動画パートでも頭部胴体脚部に使いました。シルバーはパレホのゲームカラーシルバーを使いました。サイガンダムでは紫と並んで塗装面積の広い黒は、仕上げにパレホのゲームカラーブラックを使いました。色分けの最後はゴールド、下出るカラーのベースメタリックのレトリビューターアーマーです。隠蔽力の強い金色のカラー、下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料、塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートではサイガンダムの軽装タイプを組み立て、このキットでは軽装タイプから武者形態、そして戦闘形態、採用の陣への変形が可能、採用剣、抜光列といった武器や剛力の盾を使いこなします。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士
ナンバー85戦国伝天下統一編のガンダム四十王再ガンダムのリペイント、今回はその1の動画軽装タイプでした。次回その2の動画で守護獣司祭のパーツ合力の盾等をリペイントします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録高評価引き続きの応援のほどよろしくお願いします。